ましょうか、はい、じゃあ次の曲はですね、すごい可愛い曲、ポール・マカトニーの曲ですけれども、When I'm 64、はい、64歳になっても僕を必要としてくれるかいっていう曲、いいね、すごいハワイアンっぽくアレンジされているので、ぜひお聴きいただきたいと思います、はい、お願いします。ハワイ行ったことあります？ハワイは ありますか？あります。何人なんか言うの？いやいや、俺行ったことないですよ。嘘？ハワイは行ったことない。ごめんなさい。上からなんて、ごめんなさい。行ったことないですよ。曲違いますね。あ、違うかも。カムトゲザー。これカムトゲザー。え？何だろう？はい、違う曲ですか？そうなんです、トラック番号合ってますよ。あ、本当だ。8。なんかちょっとつなぐのでお願いします。はい、いいですか？はい、ちょっと僕トラック番号間違ってしまいましたね。いや、桁がありな曲だったので。ああ、なるほどなるほど。僕も聞いておくね。でこれも渋い曲ですね、カムトギャザー。そうですね、かっこいいですね。はい、さあ、この流れてきましたけど、いいでしょう、うん、あ、いいですね。はい、ちょっとお聞きください。すいません。激沈しましたか？激沈ってなんですかね。自分も購入してやってみました。激沈しました。ウクレレ、愛のアプローチの仕方とかも違いますね。ポールがいいな。ポールのが甘いです。僕はジョン・レノン。ジョン・レノン聞いちゃいますね、やっぱり長く。じゃあどっちって言ってた？自分のタイプ。あ、タイプですか？話聞いてた。タイプってどっちですかね。あ、僕ジョン・レノン好きです。ジョンかポールかタイプはどっちかって聞いてるのに、どっち？どうですか？僕ね、結構ね、ポール・マッカートニーだと思う。リムスターズ。言うと思った。どっかで絶対言うと思った。確実に殺す。今日殺す。今日殺したんだ。今日殺す。あんまり今日までね。帰り。はい、行きます。はい、ということでですね、すごくハワイアンな感じですけども。言われたよ。言われたい。64歳の僕を愛してくれるから、はい、間違いよって。あー、うん、ポール・マッカートニーに電話しましょう。そうね。ねえ、いや、この曲はね、でもね、サージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドという、はい、アルバムに入っている曲ですけども、ね、はい、これすごく、なんでしょうね、まあ、ハワイアンなアレンジになったんで、チョイスしましたけど、かっこいいです ね、こうなってもやっぱり、うん、はい、やっぱこう、ビートルズ自体がやっぱりいいので、いろんなアレンジをしているところがあると思うんですけど、やっぱこういうウクレレとか使ってもね、素敵になるかなって、ね、やっぱりベースがいいのはね、かなと思います。さあ、日本と、さっきちょっと聞いたんですけど、皆さんハワイに行かれたことがあるということで。はい、あります。行ったことない人なんているのと言われ、はい、なかなか言いにくかったんですけど、僕は行ったことがないんだけど。行ったことないんですか？ないっすよ。どうでしょうか？びっくりだ。あ、びっくりだ。いや、うち奥さんとか行ってるんですけどね、本当に行ったことなくて。飛行機が怖いの？いや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 、行く機会がなくてね、なかなか。仕事で？仕事もないですし、そう、海外仕事が多いんでね、多かったんで、ハワイはね、なかなか行く機会がなくて、そうなんですね、行きたいなと思いつつ、こんな、ね、いい思い出と悪い思い出といろいろある。あ、そうなんだ。ハワイといえばですか。ハワイといえば、うん、じゃあいい思い出だけでも。いい思い出。
ちょっとここでは言えない。あ、言えない。はいはいはい。裸で暮らしたの。裸で暮らした。ある女優さんと二人で行って、すっごいいいホテル泊まって、はい、真っ裸で暮らしてたの。裸族だったの。裸族ね。ちょっといいお話ですね。いいお話ですね。それであの昔さ、あのドッキリみたいなのあったでしょ、はい、あれの企画だったのよ。へえ、それこそ企画がなんだっけ、ドリフターズとかああいう人たちを束ねてるところの人で、私は騙す側なわけ。私こう見えて意外とまっすぐないい子だったので、人を騙すだなんてっていうのがあっていや番組企画ですよね。そうなんだけど、豪華なご馳走が出てきて、招待されて、はい、それであのカメハメハ大王のなんか流れの高級レストラン のなんか国長さんが用意してくれた、だけど私は途中で気持ち悪くなってね、退席しなくちゃいけないのよ、で、だん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 気分が悪くなるのを演じて、はい、ちょっとごめんみたいな感じで人、大丈夫とかってその人は言うわけよ、ごめんちょっと開けるわって言ってはけた途端奥で大泣きしてるの、騙してしまったって違う感情に入っちゃったわけですね。もう大泣き、普通なんかワクワクした顔でしますよね。そういうとこがねダメなのね。あの企画だからやればいいのに、はいはい、そんな人を騙すドッキリに合わないそうですよ、ね、タレントさんっていう、それを思い出すね。あ、昔ね、でも昭和の頃ね、やっぱり人気の番組でしたよね、あれね、なんか見てましたよね。でもそれダメだったんですね。ダメだ。あ、でもちゃんとやったよ。だけど終わった後ずっと泣きが止まらなくなって、ごめんね、ごめんねって。人騙してたのって、そうなのって。人が良すぎる。なるほど。なかなか成り立たない、ね、ね、そういう番組として。逆にそういうドッキリをこう。もうあのドッキリをしろって言って、なんかもうあたふた泣いてるところをずっと撮られるみたいなね、そういうのもあるよ。今は大丈夫よ、ピンクの毛がいっぱい生えてる。ああもうね、う今になる。10代の時の話だから。なるほどなるほど。350も生きてるからね。あ、そうですね。全然へっちゃらたくましく、うん、まあ放送オンエア中にもね、いろんなことやりますからね。この間僕ネタ帳ね、喋ってる最中に持ってかれそうになったんですよ。ええ、あのもうしたらね、バーッと止めたんだよ。そりゃそうですよ、ね。あーってもう放送事故ですよ。放送事故ですよ、あーってなっちゃいます。もう一人ほら大きいのもいるからさ、二人こうやってね、二人でですよ、こうやってね、はい、これカンペだぜとか言ってよ。読めないですよね、こう揺れちゃって。シャレになんないですよ。そうですよね。でもね、あとね、映像見たわけだけどね、パッてやった時にニヤってカンペが出せんでね、こいつ慣れてきたなあるし、美味しいっていうのが分かってきたんですよ、ね。はい、ほら、チーム名が変わってくるじゃん。そうですね、なんか美味しいって普通音楽番組そもそも出ないですよね。やっぱりそういう系ですよね。はい、さあ、そんなわけでですね、ハワイの話からなんかそう楽しい、これが伝わるでしょ、うん、ハワイとかさ、クリルとかさ、こういうのって人の心を緩めるっちゃう。あ、そうですね、はい、ハワイとかよろしいよ、よろしいよ、さすが、さすがですね、ちゃんと締めていただきましたね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後にですね、ウクレレのバージョンで In My Life という曲を、聴きながらこのコーナーをお詫びにしたいなと思います。いい曲です。はい、これね、インストロメンタルですけども、素敵な曲、なんかハワイ気分になりましたでしょうか。もうずっと、はい、ずっと、まあ、始まってからずっと今日は、はい、はい、ということで、昭和ロマンのコーナーでした。この原稿ちょっとお返ししていいですか。今の流れで ここだけ入ってなかったです、この辺は。やだわね、絶対やだ、絶対やだ、絶対やだ、絶対やない。ここに置いといたらよ。あ、ですね、ダメなんだ。いいよ。じゃあ全然言わないですね、これ。はい、入りますよ。あ、入ります。最初のこと